9月19日日曜日、いなべ運動公園体育館で、NPO 法人総合スポーツクラブいなべ市体育協会主催、第6回いなべ市長杯柔道大会が開催され、市内外のおよそ350人が試合に挑みました。この大会は、青少年の健全育成を図るとともに、参加者同士の親睦と交流を目的に毎年開催されているものです。家族や仲間たちが見守る中、団体戦に引き続き個人戦が行われました。いなべ市内から団体戦に出場したのは、石暮道場、勝負館、いなべ柔道会、藤原町青少年柔道教室の選手たち。いなべ柔道会藤原町青少年柔道教室は、被災柔道教室、桜道場にそれぞれ敗れてしまいましたが、勝負館は川越やわら塾を倒し2回戦進出。石暮道場は四日市下野柔道クラブ、中央柔道クラブを倒し準決勝戦まで進みました。準決勝戦の相手は昨年度の団体戦優勝チーム、松坂市武道館柔道教室です。気合を入れながらも自分たちのペースに持ち込めず、残念ながら3位という結果に終わりました。個人戦では北西道場の選手も加わり、いなべの選手たちが大活躍。1年生の部では弓矢くん、3年生の部では島田くんが優勝するなど、石暮道場勝負館の選手6人が上位入賞を決めました。今大会のいなべの選手たちの結果はご覧の通りです。おめでとうございます。